として、それではじゃあ始めていきましょう。4月の12日アンダーナイトインバース東西戦、はい、神崎さんアンダー、じゃあとりあえずタイトルコールだけしてアンダーナイトインバース東西戦始めていきます。よろしくお願いいたします。神崎さん、あのどっちがいいですか？いや、一緒なんですよ。ゴルドはね、今日一人しかいねえんだよな。あ、じゃあゴルドいない方、じゃあ社長チーム、うちのチームゴルドいない。あ、じゃあスタートボタン押して始めてください。神崎、じゃあ社長チームに神崎さん、はい、どっか入って。神崎って書いてある。これも始まってる、始まってますね。一発目トップバッターは大志さんと、黒焦げさんですね。あ、ここに下に書いてあっていいですか？さあ、リンネ対エルトラム。これはまあ有利キャラが多いエルトラムですけれども、結構リンネはいける組み合わせ、結構いい試合になりますよ。ただリンネは割り込み能力が低いんで、そこですかね、超技での割り込み能力がすごい低いです。じゃあ届かねえから、使えば分かる。DC 使ってる、まあ、今のところ大志先生が、おっと急降下結構当たって JABC、 さあ今リンネがガン攻めですね。勝利をここは 2B にカウンターヒットで勝利を受け、ここは届く。さあここは JAB でまずはリンネが1本。さあ東西戦、これは出身地とか関係ないです。ただリップの高い人がそのプレイヤーを順番交互に取っていっただけ、取り合うと届かない。じゃあ DC、 これは着地硬直があるのでアサルト、あっとアサルト2連続。さあこれは 2B 出し切り、届かない。さあ波が通る、あさ、これは 2B6C6C で拾いましたね。おっとこれはちゃんとしている。ここは急降下キックから、うわっと三段、しかしここは あれをヒッターと体を引くと暗い判定とかが変わるんでね。さあここはエルトラムの、あーっとダッシュが出なかった、急降下 DC に急降下、殴り合いの末リンネが急降下で東西戦、まずは大志選手が勝利ということです。引き続き誰でしょうか？これはリップ順でいいんですよね？リップ順、次は本気、いや違う違う、ピザ天子さん、次ピザ天子さんですね。ピザ天子さん58万、同キャラリンネ戦、リップもほぼ同じです。ピザ天子さん、ピザ天子さんお願いします。どうぞ、何度でも繰り返すか。あ、ま、同キャラです。あれ、はい、ニコニコが次枠に行っちゃいます。いい感じで枠が危ない。もういいんですか？もういいです。もうあと1分しかなかった。えい、だからこれね、意外とね、すぐ枠取れるんですよ。さあ同期の戦、まずは第一選手がリード。今度は止まったりしないですか？これあね、今日は、いや今日も止まるかもしれないですけど、今日も止まるかもしれない、前よりは大丈夫かもしれないです。あのね、電撃とかは大丈夫なんですけど、ウニだけ止まるんですよ。ウニは重いゲームか。ウニは重いかもしれない。昇竜まだわからない。無人出して 2C6C からエクが目の前で止まって投げを抜ける。グラップになっている、急降下が当たる。第3、エーレンコンから無人を出してる気がしますね、これ。エーレンコンあんな感じです。これはいい感じ。出ない、5B のタイミングがわからない。さあ、投げ、これは痛い。シールドが割れる投げは痛いぞ。おっと、暴れ潰しになっている。さあ、これは急降下までつないで、3000超え、ダメージは大きい。クーガ、
さあお互いお見合い、ちょっと端から逃げれないか。インクに着地が届く。 2A から投げ、まだわからない。昇竜拳死んでしまう。思い切りがいい。わあ、大志選手が2連勝。さあ続きまして、どちら様でしょうか。プラムさん、プラムさんの、こんなもの、お前でもあと千の修羅場をくぐれば身につく。さあリップが大きく上がる。何度でも繰り返すか。まるで我が生き様を見ているようだな。さあこの色はもう、この色はもうナケルさんの色というイメージがすごい強いですね。わかる。さあこれは結構いい試合、いい組み合わせなんですよ。おっと、タメ分割をちゃんとやってくる。さあこれは、あーこれは痛い。さあこの組み合わせね、昔よりきつくなったんですね。レーザーがまずダッシュでくぐれなくなりましたので、リンネも結構ダッシュブレーキを上手に使えないと。これはディレイかければバーバル潰しになったが、止めて読み合い出し切り。さあ5C5A。 さあリンネ何をやればいいかわからないか。防水ポ、ここは浮遊で降りてくる。しかし何もいられない。着地に投げたのはリンネ。さあお見合いから2へ、妙なグラップ潰しになっている。急降下から投げ、金投げ抜ける。立ちくらい、なんだこれは。さあアクロバティックに攻めていく玉。ここは B 昇竜でサマーを出し切っていく。 B サマーでまずはプラムの1本。セカンドフロー、ディバイド。さあ目の前にあれがあると難しい。DC のところで GC が当たる。ここはドリルからサマーソルコン。さあ弾を出して状況作っている。しっかりため分割もできている。レーザー、さあ前に来る。中下の2択は投げ、ここは使ってしまうが、無人シークがまれ回り込んでアサルト、入れ替わるがガードしている。さあ投げを抜けた後はマイナス8だ。動けない時間がある。 JA からドリル。さあこれ見えない。さあしかしこれはまだ無理か。サマー締めしてセチコンにはいかない。さあこれは、これはやり慣れてないと厳しい。さあこれはもう磨くしかないですね。試合をこなせば結構簡単に抜けれるんですけれども。というわけで大選手よくやってくれました。2連勝にてプラモの勝利。次はナケルさん。さあまさかカラーの話をしてたら早速どな、伝説のナケルさんっつったらやっぱりシューター、グラディウスプレイと言われてるんで、グラディウスプレイです。ノーコンティニューグラディウスプレイがすごいですよ。射撃してきますからね。しかしカラーは取られてしまっている。これは後から選んだらノーマルカラーになっちゃうぞと。さあ一応いいカラー1個買ってますよ。緑のカラーを1つ用意してある。しかし黄色。さあわからないカラー。さあこれは難しい。おっと、さあちょいとホワイトスネーク感が出てる方が右の方ですので、白い方がプラム、黒いパンストが泣ける。さあシューティングゲーム、どちらが勝利をものにするか。 A レーザー、羽も違いますね。これ最初から羽の色を言ってればよかったか。さあこれは最初につながる赤ビートだがコンボに行く。 2A からサマー締めてレーザーレーザーレーザー。さあため分割は取れもしました感がすごい出てる。これはその後 2C が当たる。拾える、しっかり拾って、レーザー。さあ泣け、さあ体力はほぼ僕の状態だが投げが通る。ここは泣けるがリード、出てしまう。あーっとダッシュシーが出なかった。ここは A レーザー、まだこれサマーだったら倒してたが、着地に投げが届かない。 2C5B。
さあ、ナケズ選手、東京でやり込んでるだけあるか。レーザー近寄らせない。 DC が当たる。ここは A 様、あーと届かない、繋がらない。しかし赤ビート受け身を取っていない。サマーだった頃とこれダッシュしちゃったかな。あー、ラケル選手真剣だ。 DC、 いやー、これはアサルト JC が当たる。 A ドリル、サマーは詐欺、しっかりガード。さあ、これセチコンのチャンス。あー、できない、届かないが、しかしまだ状況は全然わからない。DC バババ、 2C が出ている。ここは3枚で出ずにまたアサルト JC からコンボが入る。 A ドリルじゃなく C ドリル、 C ドリルじゃない、サマーだ。着地に投げたのは泣ける。設置したところにバババババから A レザー、お互いゴムの状態。さあ、ラストラウンド、サードクローン、ディバイド、弾が、ただレーザーニット、これ痛い。一発が1250レーザーなので2発当たると痛い。また2発。さあ、瀬戸はほぼ5発のレーザーで体力がほぼなくなってしまうという脅威のレーザー。レーザーで当たる。さあ、泣けるシューティングモード、レーザーが当たる。痛い、単発が痛い。ここはサマー入れられず、レーレーザーで有利を使って、あっ、おっと、これは西から指導を入れて、痛い指導を入れて、クラムの勝利。次はバティスタ、セロスさん、またバティスタですか。バティスタは人気あるキャラなんでね。ノーサイ、ノーサの高い声聞かせてあげて。マイク逆転した方がいいかね。マジで、あ、あ、入ってる。ジャパネット高田の社長さんみたいな声出してほしい。声、イケメンボイスだね。これ、なんかセナレがどんな風にいつもやってたのか覚えてないんだけど。ノースさん、早く、今、あなたのこと言われてますから、上手にコメントしてあげてください。僕、優しいでしょって。僕、優しくて、優しくて、照れてる。こいつ、照れてる。はい、実況実況。バティスタ対バティスタ、サイドバティスタ、今度はしっかり色の区別がつきやすいぞ。黄色が俺のチームの方が、黄色側のオーツの相方クラブ、セロさんの方が黄色。さあ、私ゴール。さあ、これは最近メッポをやり込んでるセロは、アイドビ、同キャラ戦をやっているのか。 A レーザー使って、状況がこれは上から降りてくる。さあ、前に来るのはプラムのバティスタ。さあ、まあしっかり割り込んで状況を作る。さあ、シースケンはセロのものに。自分が喋ってると喋れねえんだよこれ。間作って難しくない。はいよ、はい、いいよって、お前ちょっとなんか自分が自分が野獣馬入れてますよ、ノーツさん。はいよ、さあ、まあスカル、これは最大チャンス。さあ、これはエドリル、それは痛い、これは殺せる。さあ、見失っている。さあ、ドリル出してる、しっかりガードしてる。さあ、ゆっくり投げが通る。見失ったのフォローもうまいですよ。見失った後すぐフォロー入れたんで、これ上手でしたね。上がりセンタブレ練習してるかもしれない、実は。レーザー、やっぱシューティングゲームになりやすいですね。前髪ができないんだって。ノーさん喋ってという。ノーさん死んでる情報が入ってます。ノーさん最新情報によると息をしてるのかどうかという。ちょっと喋るの難しいよ。ノーさんの、はい、いいよとかそういうのは好きらしいんで。俺一人で実況してた方が喋りやすいんだけど。ちょっとハメじゃないのこれ。ああ、これを。これ汚いハメじゃないの。いいですね。ああ、一瞬で終わりましたね。さあ、一発のレーザーで全てがおしまいになってしまった。俺が30分取れもしもできなかったやつです。なんでかってやり方見てないからっていう。バティスタ様だけど、ため難くないと思うから。ため難くないんだけど。ノッさん早く。俺、隙間作っていいの？隙間作ってんのが早く。はい。
ゼロさんが、あ、コエブラムさんが、ダッシーから入れて、だけどワンコン圏内で、コンサンクションから CS 入って、ここでゲージ入って、1ラウンド取り返す。これ何でとどめさしましたか？なんだっけ名前ドリルとしか全然出てこないんだけどドリルでいいだろあなんかもうシューティングの状態になっちゃって入っちゃってさあこれは今のところレーザー砲台モードに入ってガンより取ってるのは、セロのバティスタ目の前に設置しながら状況もいい。さあ浮かついてください前に来たらここで状況を作ったのはプラム後ろに回る投げをかくったのはセロだったが投げられてしまう。しかし投げ抜けして状況を作る。さあここはレーザー取られる。どうしても自分のチーム視点で見ちゃうな反射視点で見づらい。大丈夫ですよ。はいノスさんピンチです。チームが相方がピンチです。早く言ってあげて頑張れ頑張れ。ブラムさん頑張って頑張って頑張れ頑張れ頑張れ。あれどういう元の歌がよく分かってないんだけど。ノスさんまずいです。あのブラムさんがちょっと笑っちゃって試合になってないです求めたか分かんないなんかさあノーさん相方を殺してしまう。あそうだセロがまず一勝。次は俺行こうか。俺の方がいいんじゃな い全然知らんかった俺それなんかやけに見るなというイメージしか演劇の再会ではね皆さんが頑張れ頑張れしやすい。あそうなのめっちゃ強力な言い口。なんかその名前だけは聞いたことがある。確かにあんまり俺も声優詳しくないんだけど、まあ、ノースさんの頑張れは相方を殺しますね、うん、次やってみてください。マンちゃんもう一回それ言うと死ぬ可能性があるですよ。1ラウンド取られたらもう一回やる、うん、それでもう大体分かる。これデストーク始まるいやまあねもうこれこっちいけるっしょ。ゴルドこれは弾打ったらスライディングで全ておじゃん。大体三振振ったらなんとかなるようなイメージさあ先輩相方がピンチです。サミニスさん頑張れ頑張れちょっとこれどういう風に言えばいいのか分かんないんだけど俺ドレルが当たる。さあデストーク始まる。さあこれはまずい。おっと表裏出ない。ここはドレルが出ない。いいや出てる。さあマシー様さあノーツの頑張れは相手を殺す。これなんか負けちゃったらなんか申し訳ないんだけど申し訳ない。あやばい。いやでもまだゴールドならワンチャンあるしゲージもワンゲージあるから全然いけるはず。おっとスライディングやはり三振。さあ伝説のエグリム大体三振ってほんとなんとかなる。でもバティスタの立ち絵がしゃがいもの奥ぐらいがなるな。さあこれは 2C なぜ 2C しかしコンボいけない。ドリルが当たる。さあさあノッサンちょっとじゃあセロさんが優しいから応援した方がいいですよ。これデスファイトを聞かせてください隙間ができない。さあまだ分からない。あこれは繋がってないか。繋がるし。あ今しゃがみくらいでのけぞりのところに CS から A で接近のダメージをプラスというわけでセロの勝利。やはりやり込んでいるだけあって最近は東西線の調子がすこぶり。続きましてコメント欄拾うの難しい。もっとクレバーにってどういう意味、どういう感じにやればいいの。もっとクレバーにちょっと分かんないです社長の頑張れ頑張れが来たんですよ。俺は頑張れって言うと相方が死ぬっていうのがよく分かったんでデスファイトはやめとけよノーツのデスファイトが、そっち行ってくれれば大体中和されるからねさあ名前も変えていなければやる気もない。人数合わせで入った。流星さんの頑張れが来たいですって書いてある。尿道エーテライト君。いやなんか元ネタ知ってる人と知ってない人じゃだいぶ違うでしょ。フレーバーって俺わかんないし。フレーバーってミンティーじゃん。開幕射撃から入ってバティスタ俺無理なんだってさっき言ってましたよ。マジですか。ちょっとエルドラムのキャラパワーになってます。中段あるし隙間は 2A で暴れてる。さて中段まあ俺も見えないししゃあないですね。はい食らっちゃってしかしエルドラムならまあ逆下げできるし勝利あるキャラはなんとかなりそうイメージ。やはりワンコンボを決めていく。ダメージ操作2ミリして運んで画面端リロードアサルトからの投げ。さて強気な攻めを見せていく。中段は暴れられてしまいこれは痛い。割り切った距離を見せてさあじゃんけんだ。じゃんけん落ちて投げられてる。ちょっと投げのモーションに見えなかったな。
さてここはどうする、あっすっげえ暴れてしまう、今立ち状態でしたね、ちょっと車掌が頑張れ頑張れ言わないから負けるんだけど、絶対に言わない絶対言わない 200% あるんでエルドラ7話してもなんだかんだリターンが取れそうな気がする、え行く感じにあと CS 点が取れていたと思ってたが逆に取られ返されてしまい、確定している、なんかアイシの時あの人気ゴリパンって言ったような気がする、ゴリパンです、あゴリパンでいいよ、でもゴリパンの人気繋がっていない、あサーバーで確定で中央で CS 点も200番あるエルドラのはこの距離は大体何度もいける、さてあと2Cよ、しかし小足やはりもう 2B が当たらないと勝てない感じですねまあ確かに小足、あでも十分リターン取ってる、さあこれはどう出る、さてあれおーっと繋がってる、これミスる気がするがどうだ、いやでもさすがにはい、あぶねー怖い怖い、あぶねー今出そうになかった感じのフラグに聞こえちゃうんだよ、ベイチ1でもう一回立ち回りゆっくり立ち回っていく、飛びをちゃんとシールドして CS 券をグリルで回収して、あとここで CS 券がエルドラに来る、ここでちょっとバーティスタ側がリスクを追う、しかしちょっと前に出ないとどうにもならないのか、これはいや B が当たらない前で立ち回られるとちょっと何も分かんないですよ、 B 射撃やって操作したらスパキャン出しゃいいんだけど、エルドラに多いパターンですはい、ババ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 石が届かない、しかし投げをかくってないぞあれシールドならでよかったねはい、さあ、あ痛い、五分ですね、いやでも体力的には割とワンチャンあるし時間もまだ余裕がある、あ痛い、レーザー前に逃げが追いつけてないか、さあどうやればいいかわからない、石を刺して立ち回られている、しかしさっきも見たこれ出た、空振ったところにあれ、これ飛んでる、今 DC じゃないですか、アサルトかなモーションが同じで分かんなかった、うん、話してもいいんですよ話してもいいんですよ、はい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 、いや赤ビートですからあいいよいいよ、投げが通らない、何でもあるいける、あやっぱりこすってる、今 2C 出してましたね、惜しかったがセロの3立ての勝利、さあ続きましてもうそろそろここら辺からハード、出ました伝説の男、どうなんですか、本気ハイドです、ああの人気がなさすぎて誰も選んでくれず最後の余りであなたのチームに、いやまあ、うん、ちょっとハイドだと食えたらネジさんの方が割とちょっと本気さんのハイド見たことないんですよあロケーションテストの動きです、さあもうすっかり500センチくらいやってますけれども、エクセレイトから対戦した回数、これ無印の頃使ってたんですか、ゴールドの勝率変わんないですね、ああ、なるほどさて、開幕これ結構めんどくさいですよ、まあ、スケアどっか引っ掛けるか、しかしこれちょっとあれですか、噂のガードしてるふりってですかあれスケールで奪う後ろ、はい、ワンチャン CS マール、画面端のハイドは最強、投げ抜ける、壊し、投げ抜けるでガードしてグリッド回収していく、取ったが半角はなし、打点が高かった、ここは中下下段ガードしてる、しっかりガードしてでもう一回中下、あーやはり見えない、これ痛い、これは痛いぞ、指導が痛い、下段指導は出た、あっとセットプレー、さあ当たるやつもすごい、さあさすがだ、絶対にチームに入れたくない動き、今のは伝説の勝利、ちょっとあれあの浅いじゃないですかね、浅いっすね今の、さすがに俺もあれはもつれたところでパンピーショール出ましたけどもい絶対今のまずいっすね、はい、あいいいいあのガードからちょっとスライド越えシールド取ってんだから確定じゃないですか本当は、はい、1ラウンド目と展開が一緒だぞこれ、はい、暴れてくる、いやでも CS 点あるんで何でもいける、ブリンカーでも入る、さあどっちだし、これは確定、これが最後の勝利となるでしょう、あーっとただヒットこれはこれ、あ起き上がりドリル、さあ起き攻め、 CS 点もゲット、さあどう出る、いやまだゲージあるし、はい、投げる、
反応してね。さあコンボできるのか。いやーやっす。ちょっと安いパシパシ。これはこの距離6人の距離です。さあカウンターヒットしても無駄、はい、アサルト GB に飯を食っているぞ。これでは最強技っすよ。さあネット対戦の動き。さあコンボはできない。 GB でいいんじゃないですかね。おーっとDEC が無印の判定だと思ってるようですよ。さあ、ね、最終ラウンド。さあ途中でしゃがむ伝説の男、はい、さあ使って。あさあこれはどう出るか。下げても何でもいけるはず。さあさあ抜け方が分からない。とりあえず出しガードにもう置いてやるんですかね。これは何が通る、はい、さあ DC バストしか分からない。これはメインのハイドですね。はい、さあ前に来る。下段刻んでゆりふれみからの投げ。赤くなってる。はい、A を出してる。ハイドは最強キャラ。端から端は最強。端から抜けれない。あーっと食べたところに。さあ誰も相方を応援してくれない。なんか後ろで名前が出てる。投げが通る。バウンドしてる、はい、お前それしかやってねえじゃねえか。このラウンド3回目ぐらい投げ DC 竜巻だけでこんだけ減らしてますよ。逆にすごいんじゃないかっていう今の EX ロータス。これはさあ本気が投げだけで倒した。さあ次は110万ネクロの100、暁、いや119万いますね。あ、119、あ、大丈夫かな。ちょっと今のなんか試合じゃあ暁だ。今のコンボできるか不安になってくるんだけど。おい、お前だ。なんかすごいな。え ?119万、今死んで、死んだ。次は、本さんのハイドと、どうなんですか。あ、名古屋、はい。名古屋かな。なんか名古屋の暁は身内だけ褒めてくれるっぽいですね。あとは分かんないです。僕見たことないんで。俺も見たことない。さっきなんか77ぐらいだ。勝率詐欺っすねこれ。75万のおかしくない。さあハイド対暁、どこでこんな勝率稼いでしたの。システムシステムファーストクローズ意外と開幕。あ、これ出しからの投げ。危ない。さあ投げの BC っつったら本気のこと。下段でグラつぶしを見せて感がつき投げ抜けている。投げは通らない。今あの空投げしなかったら逆に半角でしたね今ね。 JB 当たってる。逆にありだなっていう。さあハイドと暁、これ結構いい組み合わせか。あ、暴れてくる。ホクさんのハイド下段3回下段で多くないですか。投げが通らないと勝てないです。あ、でもこれ安い、安い。これダメだ。はい、この仕切って1ラウンド直屋が暁が強キャラに見える。いやー、なんか下段刻みでも何か安いのか。あまりにも暁を生えさせる動きをしてますけれども。さあハイドは暁にビビってる。何やろう。ちょっとなんかあまりに手数が少ないところからな。本当に見てるものが。これはこれはうわもうダメだこれ。あ、投げしかやらない。アサルト壊し壊し。さあ崩れない。下段届かない。さあ距離もわからない。石が届く距離を把握していない。さあ打撃決定打が与えられないですね。しゃがげなんで惜しい。なんか単発なゲームになってますね。飛び道具連打。電光弾打つのに対してができないのか。さあ電光弾どうしよう。投げはスカルが投げ、はい、お構いの海賊リードしてしかしあるけど、ここはワンコンボ食らっちゃって。なんか欲しい。さあこれは奥田さんの投げもある。何もしてこないぞこの間。シールドグラスして漏れちゃって。あっとひどい。これはひどい。さっきの昇竜といい。なんかさあ投げ、まあまあ確かに暁 AA で確かに下げれないし。さあ続けてネコルが勝利。次はありかもしれない。まあでも 2B 持続とかで普通に下げられるんですよね。まあしゃあないっす。じゃあ次はクロスピだな。いけるっしょ。さすがに暁がいたらいけるっしょ。限りある140万ぐらいだよね、クロスさん。なんで本気のハイド使ってるの。ゴルドが仕上がったからです。
さあこれあえてゲロゲロな組み合わせなんですけれども、まあまあそのメルカバもきついと思うんで誰が来ても一緒かなっていう。